井出ムラフミオは、日本の武道家、空手指導者。段位は7段、国際糸投流空手道元部会の会長を務める。神奈川県横浜市出身、アメリカ在住。1938年、横浜に生まれる。10歳で武術に触れ、12歳から糸投流の坂上、高吉の道場で空手を学ぶ。1956年に初段となり、 翌年から大会への出場を始めるとともに、1958年頃から琉球古武術を平信方より学んだ。1960年、東日本空手道選手権大会で優勝。翌61年、全日本空手道選手権大会で優勝した。1965年、単位番の将兵で渡米。アメリカで糸東流の道場を開いた。 1969年以降、アミューズメントパークやラスベガスのホテルなどでの空ラテショーで人気を博するとともに、糸東流イトス会のアメリカにおける最高指導者となった。2003年、イトス流空手道国際連盟から分裂、糸東流玄部会を設立。2010年、カリフォルニア州、レドオンドビーチで開催された米国小山田、国際機構主催の全米武道祭で演舞。 毎年2月下旬に井出村文雄主催のアニュアルインターナショナルからでルーチャンピオンシップスが行われる。日本からは井出村氏の友人でもあり、幼馴染みの息子でもある西木健が日本の選手を連れて参加している。初めてのハリウッド映画のスタントはドン・テイラー監督ドクター・モローの島で虎に襲われる半獣人役が最初のスタントになる。 1980年代にはベストキットでミスター宮城を演じたパッドモリタのスタントを担当した。また、ライジングサニやモータルコンバット忍者などにも出演しているザリアル宮城に出演。ありがとうございます。